どうも、九州の山です。おいしょ、パククネ。かわいいね。肝若いだろ。というわけでですね、今回のマナビは、都市伝説シリーズでございます。ね、というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでいます。どうぞ。ナイスビタ彼女が下がれるか。ダバイチジン。今回の都市伝説は、韓国の政界で構想が浮上している日本と韓国を結ぶ海底トンネル。これは日本のある宗教団体が関わっていることが噂されているので。というわけでですね、今回その日韓海底トンネルについて触れていきたいと思います。2021年夏以降、長崎西方の東シナ海では、韓国海洋警察の船が海洋調査中の海上保安庁の測量船に警告を出す事例が頻発していたのよ。ケチャンケチャンにするぞ。面白いじゃん。そして2021年2月11日には、韓国が不法占拠を続ける竹島に対する自衛隊の侵攻を想定した反撃シナリオを韓国軍が策定していたことが報じられたのよ。なんかずいぶん古い話のように感じるんだけど、うん、はい、これって安倍さんが暗殺される前に書いたネタだから、その時はタブーだったんだよ。そう、言えなかったですよ。うわー、それが表に出始めるから、はい、表の裏は表だ。消えろ。そして日本を引き合いに出して求心力を高めるどの国でも行われる常套手段なのよ。そうした中、突如浮上したのが日韓海底トンネル構想。釜山と九州を海底トンネルで結び、鉄道などを走らせようとしてるんです。総距離は200キロ以上に及び、世界最長の海底トンネル、青函トンネル4つ分に相当する壮大な計画なのよ。構想をぶち上げたのは、保守系最大野党、国民の力のトップ、キム・ジョンイン氏たちなのよ。5兆円を超える経済波及効果や、45万人規模の雇用創出効果などをアピールしたけども、軍政権を支える与党、共に民主党はこれに猛反発したのよ。共に民主党のチェ・イノ首席報道官は記者団に対し、日本の大陸進出の野心に高速道路をかけているようなものだ。何度考えても、日本に有利な公約で、韓国の国益にかなうものではないと発言してるのよ。名前がモザイクだよ。日本では2010年頃から民間主導の日韓トンネル構想をたびたび浮上したけども、その後立ち消えになってる。この構想は2021年4月に行われる釜山市長選の公約として、野党側が出した地元への利益誘導策であり、コスト感覚も現実味のない荒唐無稽な計画だと言われてる。国民の力って力で言うと、日本とかアメリカ寄りのね、考え方を持ってる政党だから、もしかしたら今後日韓海底トンネルっていうのが実現する可能性がある。これ全部三冠氏っていう韓国系アメリカ人の方にお聞きしたことだから自己主張です。そして与党側も、本来は公共事業として価値があるのかを冷静に判断すればいいのに、日本を利する政策だと猛批判することで反日感情を煽っていると考えられている。そして韓国側だけでなく、日本のとある宗教団体も関係していたので、1990年代にある宗教団体が佐賀県唐津と長崎県津島で広大な土地を買収し、韓国へとつなげる海底トンネルを本気で掘り始めていたというのよ。そのトンネルは佐賀県の東松浦半島から行き、津島を得て韓国の巨彩島、そして釜山に至る計画で、全長は約230キロとされているのよ。朝鮮半島に上陸した日韓トンネルは国際ハイウェイとしてソウルを経由した後、北朝鮮、中国、そしてアジア諸国までを結ぶという驚くべき計画だったのね。そして日韓関係の改善を祈り、元教祖の意思を守り、そして日韓両政府の国家プロジェクトとなることを願って、巨額の寄付金を集めてトンネルを掘り続けているのよ。滑り台の方がよくない？最後潰れちゃう。そして万が一この海底トンネルが完成してしまったとするならば、日本が韓国の利益のみのためにいいように使われることになってしまうかもしれない。いい？これ表に出てない話なんだけど、文人さんの本名、文人だ。教祖様じゃない。そして日本は今も某組織との関係は癒着しており、日本が現在推し進める憲法改正草案は某組織が考案した憲法草案に酷似していることが明らかになっているのに、誰一人としてそのおかしさを指摘する者はいない。結局は某組織と日本のつながりはうやむやとなっており、基本的人権の無視、徴兵制すらも可能となってしまう新憲法に、国民投票となれば某組織による膨大な組織票で変わってしまうと考えられる。蘇れ心臓。絶対無理だろ。黒州という字は今日取材には一切応じない、異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんから、そんな関係ないっていう。命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの？動画撮ったりとか。ああ。